そう、今回は自動実況機能がついてるんですよね、スト6で6人持ってるわ。あ、8人チェンおじっすね。一番アメリカで、うん、あの有名な人、はい、コメンテータージェームス・チェンさん、うん、この人が多分一番もう有名ですね。まあ、あの本当かどうか分かんないですけど、はい、マーブルヒーローズかなんかのすごいトッププレイヤーだったっていう、あの話は聞いたことがあります、ね。そうなんですね。だから一応ゲーマー出身の、だからもうずっとあのもう本当に昔からの実況。アメリカってなんか実況と解説がちょっと特殊で、はい、日本って実況と解説じゃないですか。アメリカってダブル解説みたいな感じですよね。ダブル実況みたいな感じですよ。だから住み分けがそんなにっていうイメージはないですよね。したらこう2人でこうやるみたいな感じで、掛け合いみたいな感じでやるんですかね。掛け合い、そういうなんかイメージですね。十数年にわたってやってるコメンテーターやってるんですね。だって俺が最初初めて行ったライブもそうだし、はい、だからゲーセンってコミュニティイベントじゃないですか、はい、だから R さんも言うたらね20年とかやってるんじゃないですか。すごい。だって一番最初ゲーセンとかでどうせ実況とかしてたじゃないですか、うんうん、だからそういうの合わせたら闘劇とかだって2003年とかやってたんじゃない、2003年2004年とか実況やってたら20年経ちますからね。20年経ちますね、まあ、本当この人が一番アメリカの一番のもうなんかレジェンドっていう風に覚えてくれるといいですね、うん、デーモンかっか。これはどういうそのことなんですかね。まあけどね、はい、デーモン小暮って、はい、相撲がすごい好きなんですよね。そうですね、うん、だからそういうのに明るいんじゃないですか、やっぱ1対1の戦いに。あとやっぱ声がめちゃくちゃいいですよね。いいですね、うんうん、まあ、なので、まあ、インパクト、悪魔、豪気っていうのもあって、まあ、選ばれたのかなという。ちょっと年を取ってるよなっていうのは気になるですね。閣下もう、もう何歳、やばい年いってると思いますよ。67で1983年ロックバンドができたわけじゃないですか、はい、40年前ぐらいですよね。20でも60ですからね。そうですね。まあけどあの芸能人入ってきてくれるのはね、うん、嬉しいですよね。そうですね。でここが新しいところですね、高橋ひかるさん。これは本当に、ね、一番最初に最後に発表された人ですよね、うん、この人がで終わりなのかな、わかんないですけど、まあ、美少女コンテストでグランプリですよ。すごい。2014年第14回に高橋ひかるさんですね。あとこれよく見ると、はい、実況者と解説者で分かれてますわ。えこれ実況者、はい、こっち解説者。あ、そうなんだ、違うんだ。だ多分、うん、パッションを出してくるんじゃないですか。あ、実況の方は。いや解説、解説がですか。解説しなそうじゃないですか、そのラインナップが。どっちがしたらそうですね、パッション、パッション出してきそうだなっていう、はい、ここは、まあ、もう、まあ、パッション業界のまあ大御所で、で悪魔でしょ、はい、で美少女コンテストでプロレスラーですからね。マキロはね嬉しい話ですよ。逆になんか声優さんとか使わなかったんだなっていうのはね。ティアさん、WWE ではゼリーナの名前で活躍中ということですね。俺も見て、俺 WWE 元々ずっと見てたんですけど今見てないんですよね。 WWE ってアメリカのプロレスですね、はい、もう世界一の、うん、もうプロレス団体ですね。もうエンタメのもう最高、もう超楽しいプロレスですね。多分けど WWE って多分アメリカで本当に人気があるんで、はい、まあ、そういう層を取る感じなんでしょうね、うんうん、まあ、こっちからするとさ全然あの馴染みはないと思うんですけど、はい、そうですね、多分あのアメリカからすると多分ものすごい影響力のある人なのかなと思いますよね、うんうん、高橋ひかるさんもおそらくその大河ドラマとかね、うん、こっちの層に広げてるため、広げるためにっていうことでしょうね、うん、これこっちがなんかガチな感じしますよね。実況者平岩さん、平岩さん、ね、この人はなんかe スポーツ団体の社長さんのイメージがあるな、うん、あ、ヤマトとか、はい、あの平岩さんの事務所じゃないですかね。株式会社オデッセイ代表取締役、うん、これですかね。もう今だからその多分ゲーム系実況ってどこって言ったら、はい、ここなんですよ。でこの社長でもあり、はい、もう本当にまあ元々だって前朝日放送のアナウンサーですからね。途中で朝日放送のアナウンサーから、はい、なんか結構早めに早い段階で、うん、ちょっと俺っちゲーム行くっすっつって来たんですよ。すごい、もうものすごい決断ですよね。うん、だっていきなり見てください。アウルさんだってゲームセンターでやってた人ですよ。朝日放送ですからね。むちゃくちゃ叩き上げですよ言うたら。そうなんですよね。うん、いきなりガチ勢が参加してきたって感じの人なんですよ。うん、だからこの人なんか選ばれてちょっとみんな誰なのかなとか分かんないなとか思うかもしれないですけど、はい、結構前から e スポーツの業界に来た、うん、モノ本です。モノ本ですね。ただのモノ本です。
テイスティースティーブさん、これはご存知ですか？いやいや、この人はもういつも大会にいて、はい、うん、なんかね、そう、めっちゃもう、いいって、なんか実況解説でいい人多いんですけど、はい、めっちゃリスペクトしてくれてるっていう印象が、ジェームズ・チェンとかもそうなんですけど、うん、この人とかも、もうなんかもう超陽気。だってもうすごい人、これ腕にこう、なんかついてある、数珠みたいなの、無限に両手にしてるんで。あ、両手なんですか？もうすごいですよ、本当に。本当に陽気で、今実況で一番人気あるのこの人なんじゃないかな。うん、そうなんだ。だからそんぐらいめっちゃいろんなとこにいます。まあその世界中のっていう感じにしないといけないですもんね。もしかしたらね、あのもっと違うその中東の方の言葉とか、そうですね、中国語とか、うん、中国語は欲しそうですよね。中国語 その実況者とか分かんないですもんね、うん、アラビア語とか。あのタイの人めちゃくちゃ実況面白いんで、あの人いてくれたらよかったんですけどね。タイにいるんですよ、実況の、英語で実況する人がいるんですけど、はい、技名とか知らないから、なんか自分で変な技名つけるやつがいいですよ。そういうのいいっすね。なんかあのタイの人すげえ面白かったオリジナル技名いいっすね。パーラベルムオンファイヤーってパーラベルムってあの氷のあれシャカシャカなんですけど、なんかね、そうすぐなんかオンファイヤーみたいな、勝手になんかねつける人がいて、あの勝負だから実況昔ってやる人が少ないから、うん、一生いるんですよね。その地方の大会とか、その海外でそのなんかヨーロッパでやったらもう絶対いるみたいな感じですよ、うん、アメリカも何回もやるじゃないですか、一生いるんですよ、はい、で日本もやっぱ大会やったら R さん一生いるじゃないですか。一緒って言い方なんか一緒、今はなんかそのハメ子さんとか、ね、はい、大和くんとかね、はい、笹とか、うん、まあ、いろんな人がいて、はい、まあ、こう散ってますけど、うんうん、昔はもっといなかったんで、はい、だ名前の売れ方とかもえぐくなるんですよね。売れるっていうかもういるって感じです、うんうん、で我らが来ましたね、R さん MC 実況歴20年。ああ、世界的な認知度も高く、各国のコメンテーターがフレーズを真似しており、行ってみましょうは、はい、そのヨーロッパの人もやってました。うーん、行ってみましょうは結構みんなやるんですよ。行ってみましょうとなんか昇竜拳ってあの小野さんのやつはなんか結構みんなやりたがる。行ってみましょうは日本語で行ってみましょうっていう。あ、そう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 、行ってみましょうってドワーみたいなのはもう本当に、まあ、今はもうなんかあんま見ないですけど、はい、ただ昔とかはストフォーの時とかはもう全然ありましたね、うん、で最後は、はい、ビキーオウス、なんだっけな、ね、これなんかね俺印象薄いんだよな。あ、ビシャスさんだ、そうだ、ビシャスだ、ビシャス。テレビゲームへの情熱をキャリアに変え、現在ストリートファイターリーガー、カプコンカップで司会が、そうですね、やってますよね、うん、すげえ。ビシャスはサガットの スタントマンを務めることでも、彼らはほぼ同じ顔を持っていますから、わらってどういうことですか。冗談ですか、ね、なんでこういきなりちょっとあのアメリカっぽくなってしれっとジョーク入れてますね、うん。まあ、ビジャーさんもすごいいる感じですよね。実は攻略で音実況があるかもしれないっていう。え、そんなことあります？1フレーム発生してくれるんだったら、もしかしたら音聞いて実況とかの攻略があるかもしれないっていうのは一応俺は思ってます。ヒットした時だけ声を出すっていう。あ、なんか多分それをトリガーにして多分実況つけてますもんね。そうそうそう、でそのトリガーのタイミングがヒットした1フレーム目だったら、1フレームで音聞いてヒット確認ができたりするんですよ。すごい。それはね、結構現実的になるんじゃないかなっていうと、もしかしたらみんなヒカルにしてヒカル確認とかあるかもしれないですよ。他の人は遅いけどみたいな。まあ俺正直このシステム自体は割と、はい、まあ、つけるかつけないかもう分かんないぐらいなんですけど、うん、ただそこの攻略の部分がもしかしたらある可能性があるんじゃないかなという。はい、じゃあ聞いてみましょう。音はどうかな。いいんじゃないですか、これいけそうですよ。内容って感じじゃないですよね。この場面でいい感じに溜まっております。最高の試合でした。いやもう2人とも天才すぎ、お疲れお疲れいいっすねああなるほどですね、うん、お疲れは、はい、まあ良かったですね意表疲れましたね。意表疲れましたね。まださすがの、さすがの俺もあお疲れなんだなという、そういう、いやーどうって言われるとね、いやいいんじゃないですか。でこれって別に俺とか、うん、そのなんだろう、ゲーマーに対してじゃないじゃないですか、はい、その新しい人に対してとか、うん、これで興味を持ってもらうためにやってると思うんで、はい、それってすごい嬉しいことじゃないですか、こっちからすると、はい、企業努力だと思うんで、うん、いいんじゃないですか。俺自体は別にこれを使うかって言ったら、はい、まあ、使わなそうな気もしますよね、うんうんうん、これで結構期待できるのが途中でバージョンアップで増えるのかどうかとか、うん、でこれを争う、例えば AKB で勝った人がこれにできるとかなったら、はい、
ちょっと注目されたりするじゃないですか。そうですね。そういうような展開でよりこうなったら嬉しいですよね。テレビの企画みたいな。見てください、はい、顔平岩さんが変身したみたいな